その見どころは、ホレスターの2リットル直噴ターボさえしのぐ 42.8KGM のビッグトルク。しかも、わずか2000回転にトルクピークを置き、レスポンスにも優れるのだから、いつでも、どこでも、右足に力を込めれば即、胸のすく加速を楽しませてくれる。次はハリアー。 強力なモーターとバッテリーを備えるストロングハイブリッドならではのスムーズかつ静寂な走りを特徴とするが最良の面を発揮するのは穏やかな走りにおいてハイペースの高速走行や賛道の途半というシーンとなるとエンジン負荷が高まって嬉しくないノイズや振動が伝わってくるハイブリッドの悩みは モーター走行の静寂から高負荷機のノイジーに至るギャップの大きさというわけだ。そこで JC08 モード燃費値を見れば 21.4km リットルのハリアーハイブリッドは 18.0km リットルの CX-5XD の上に立っている。 だが、ハイブリッドで高燃費を追求する運転は多分に、禁欲的。モーターによる走行及び、アシストと回晴の旨みを引き出す運転は、知的好奇心をくすぐるものだが、それは感性をストレートに刺激する、クリーンディーゼルの力感に満ちた走りとは、質の異なる面白さだ。 加えて、クリーンディーゼルは、ハイペース走行を楽しんでも良好な燃費をキープするのだから、スポーティ思考のドライバーに強く支持されるのも納得できる。シンガリは、コレスターの特別使用車である S リミテッド。 自然吸気2リットルは十分な能力を持つが、スペックから想像がつくように、ライバル2車と比べると加速の力強さ、クルージングのゆとりとも見劣りがする。となれば、ターボの XTi サイトの出番だが、燃費値は、自然吸気の 15.2km リットルに対して 13.2km リットルと今一つの印象。 しかもプレミアムガソリンを要求するのだから、割安な経由を燃料とする、クリーンディーゼルとの経済性能差は大きい。CX-5 のもう一つの気持ち良さの鍵は、6速 AT のスカイアクティブドライブにある。ハリアーハイブリッドは、 電気 CVT、ホレスターは CVT を使うが、メカの特性上、エンジンの回転やサウンドと、加速感や、速度の関係にどうしてもズレが生じてしまう。だが、トルコンのロックアップ領域を広く取ったスカイアクティブ、ドライブは、右足の動きと加速感やサウンドがリニアにリンク、するようにしつけられている。その一体感が、 スカイアクティブ D の快感をより鮮明にしているポイントなのだ。ただし、クリーンディーゼルにも気になる点はある。それは、カラカラ。 キンキンと響くディーゼルノック音だ。低圧縮比と低めの燃焼温度を特徴とするスカイアクティブ D は欧州の最新ディーゼルと比べても優秀な静粛性や低振動性を誇る。でもアイドリング時や低速の加速時には やはりディーゼルを意識させられる場面がある。そこだけは留意する必要があるだろう。高速走行、ワインディングでの操縦安定性は今度は 写真シシ性能に注目する。ハリアーハイブリッドやホレスターも高い操縦安定性の能力を持つが、その上を行くのが CX-5 だ。ここでもキーワードとなるのは一体感。 複雑なハイブリッド 4WD メカを搭載するハリアーは上矢が重いことが災い。ペースを上げていくと S 字の切り返しなどの操作に車がついてこなくなるが CX-5 はそんな歯がゆさを意識させない。また、ホレスターには ステアフィールの自然さで差をつける。今の SUV の高い人気は、一過性のブームではなく、市場にしっかりと定着したものだ。なぜ、セダンやハッチバック、ワゴンではなく、 SUV なのかといえば、車にまつわる欲張りなニーズに応えてくれる存在だから。SUV コールレジャーは、過去の話で万能なファミリーカー、そして行動の自由を広げてくれる日常のパートナーとして、SUV を選ぶ人が増えた。そこで、マツダ、CX-5、トヨタ、ハリア、ー、スバル、 フォレスターという3台のミドルクラス SUV を集めて違いはどこにあるのかを掘り下げてみることにした。ジャンルやセグメントは同じでも個性や魅力に注目すれば各社各用。何しろ売りとするパワートレインからしてまるで異なる3社なのだ。 4駆、ハイブリッド、ディーゼル、際立つそれぞれの個性、4駆をマーケットに定着させた立役者といえるスバルは、伝統のボクサー、水平対抗ユニットを搭載する。フォレスターが用意するのは、148PS、20.0Kgm の性能を生む、自然吸気2リットルと 280PS。 35.7kgm のハイパワーを売りとする2リットル直噴ターボの2タイプだ。そして、トヨタがプッシュするのはハイブリッド。ハリアーは 151PS、19.7。 kgm の自然吸気2リットルも設定するが、イメージを引っ張るのは 152ps 21.0 kgm のアトキンソン、工房長比サイクル2.5リットルと前後2つのモーター、フロント用は 143ps 27.5 kgm、リア用は 68ps 14.2 kgm の性能を組み合わせた E4 と呼ばれるハイブリッド 4WD システムの 搭載車だ。ちなみにエンジンモーターのシステム出力は 197PS に達する。対して CX-5 の抗認機を牽引するのはクリーンディーゼル。 2リットルおよび2.5リットルのガソリンユニットもラインナップするが大半のユーザーが選ぶのは高価な後処理装置なしに NOX 窒素酸化物のクリーン化を実現した画期的なスカイアクティブ D2.2 だろう。トロイ、うるさい、汚いと毛嫌いされていたディーゼルだがコモンデール式直噴や高性能ターボ。 スカイアクティブ D2.2 は、大小2つのターボを使い分けるミステージ式、DPF、これでススを除去するなどのハイテクを組み合わせて、ネガを克服。今では、エコでクリーン、しかも走りが楽しい心臓として、日本でも広く認知されるようになった。 そのトップランナーがスカイアクティブ D2.2 なのだ。常用ディーゼル復活のきっかけを作ったのはドイツ車だったが、それを大きな流れに変えたのはマツダだ。単に燃費が良く、 クリーンな心臓なら、これほど多くのユーザーの心は捉えられなかったはず。成功の鍵は、走りの気持ちよさを強くアピールした点にあった。いかにも松田らしい。 走りに根ざした戦略が見事に功を奏したと言っていい。エンジン音、ドライブフィール、燃費はどう違うならば、個性的な心臓を持つ3台の SUV を乗り比べた印象は力強さでライバルを引き離すのは、スカイアクティブ D2.2 を積む CX-5、 XD プロアクティブだ。高速域になると手応え感がやや抜けた印象となるのがホレスターの悩みどころ。性格全体を穏やかにしつけた17インチタイヤ装着車との相性は良好だが18インチを与えて スポーティさを追求した S リミテッドは動き出しで抵抗を示し、その後ピッと鋭く応答する癖を持つ。繊細なドライビングにまでは応えてくれない理由がそこにある。対して CX-5 のフットワークは 速度域やシチュエーションを問わない一体感が光る。そもそも才能のあるモデルだったが、2013年の改良で電動パワステとリアダンパーに手を入れ、2014年の改良で再度サス全体を見直したことで、走りの気持ち良さに磨きがかけられた。 高速域では高度な落ち着きや安心感を提供してくれ、峠道のスポーティ走行では SUV を忘れさせる、冴えたハンドリングを楽しませてくれる。しかも、さすがしなやかに上下動をするようになったことで、乗り心地もぐっと良質になった。 当初のモデルは足が少し突っ張った感じで19インチタイヤを履く L パッケージではタイヤのバタつきが気になったもの。しかし2度の改良を経た最新型はハンドリングの一体感だけではなく乗り心地の上質さもレベルアップさせている。今回連れ出した CX-5XD プロアクティブが履くのは17インチタイヤだが、操縦安定性と乗り心地のバランスは、18インチを履くハリアーハイブリッドやフォレスターを確実に上回るレベルにあった。そう、新型 CX-5 で注目すべきは、プレミアム感を増した内外装だけではない。 最新のデザインと技術を既存のモデルにもできるだけ早期に投入という今のマツダの車作りの思想は走りの熟成の面にもきちんと反映されているわけだ。安全装備も充実、コスパはどう捉えるかそしてユーザーの大きな関心事である安全装備。ォレスターは アイサイトバージョンに、ハリアーは、プリクラッシュセーフティシステムや、インテリジェントクリアランスソナー、オートマチックハイビームを設定する。一方、最新の CX-5Y アクティベザンスの能力をさらに高めたのが見どころだ。自動ブレーキの SCBS。 スマート式ブレーキサポート及び AT5 発信抑制制御は全身時に対応するタイプが全車標準で更新時にも対応するタイプを L パッケージに標準プロアクティブにオプションで設定している。だがより身近に嬉しさを実感するのは新たに導入されたル d 4アダプティブ LED ヘッドライトだろう。 対向車や先行車への棒わゆ機能を持つ、配光自動調整式ハイビームが自慢の、このハイテクライトは、夜間の安全性向上や、運転のストレス軽減に大きく貢献するもの。L パッケージと、プロアクティブに標準で、装備されている。最後に注目するのは、 コスパだ。ゴージャスな内外装が目を引くハリアーハイブリッドだが、試乗をしたプレミアムの価格は403万2000円。先進安全装備を充実させた。 アドバンスドパッケージはさらに50万円以上高い設定となる。対してフォレスターエースリミテッドは300万円を切る282万9600円のプライスタグを付けている。CX-5XD プロアクティブのプライスは ホレスターより高めの3164,400円だが、動力性能や燃費のポテンシャルの違いを考えれば十分に納得のいく範囲にある。視点をコスパに切り替えても優位に立つのは CX-5 だと言えそうだ。 特に、走り好きへのアピール度。